2世タレント2人の前に立ちはだかる小野正利。21年前当時と変わらないサビで見せるハイトーンボイスにご注目ください。緊張しないで臨めたんですけど、うん、ちょっと今変えちゃってるんで、はい、やっぱりこうその感じがふっと出ると、あ、俺今までこの数年間違うメロディー歌ってたんだなっていうのを気づかされて、でもちょっとゆとりありながら修正しつつ歌えた感じですよね。なんとかこうさっきも言っちゃいましたからね、サビでスコーンと、でもめっちゃ抜けてましたよ。いやでもこれまた得点期待できると思います。小野正利の得点は、高音のサビを音程グラフ通りに歌い上げ、21年前と変わらぬ声量を見せつけた小野正利。果たして小野正利さんの言わじオンリー何点だったでしょうか。それでは結果を見てみましょう。